見で、大谷について言及ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が15日、日時間16日、オールスター前日の会見に臨み、ドジャース、大谷翔平投手について言及した。もし彼が三冠王を取ったら、かなり素晴らしいことだねと期待した。大谷が、エンゼルス時代の2022年に、両者は熾烈な MVP 争いを繰り広げた。最終的にア・リーグ新記録の62塁打を放ったジャッジに軍配が上がった。大谷がドジャースに移籍した今季は、ジャッジが34塁打、大谷が29塁打で両リーグのトップに立っている。二人とも三冠王が狙える位置。ジャッジは大谷について、彼が毎日やっていることは驚異的だ。特に TJ 手術から回復しているという状況なわけで、打率3割以上打っている。HR や打点だったり、盗塁もするし、驚異的なアスリートだと絶賛した。さらに大谷は来年、投手に復帰予定。来年は投手としても復帰する。彼のハイライトを毎晩見るのが好きなんだと語った。フルカウント編集部。